ファーストタッチ教室開いてほしい。ね、奥深いっすよね。ファーストタッチ自在に使えるようになる。使えるようになるのか。ね、ファーストタッチ俺めっちゃ、もうほんとサッカー始めた時からこだわってたところだから、ちょっと浮くだけでもやらしい。ファーストタッチで得点流してることとか俺めっちゃあるんですけど、でも意外とそのトラップすることに関しては得意だったりもするんで、もっともっと突き詰めなきゃなって思う。ファーストタッチ教室したら俺多分めっちゃ語れますよ。一個一個のプレイで。どこにトラップするとか。でもこれって伝えるのめっちゃむずくて、よくなんかチームメイトと話したりもするけど、やっぱ感覚を伝えるのってなかなかむずいんですよね。どういう風に言ったらいいのかとか、なんでここにトラップするのかをね、説明するのってクソむずいっすよ。そこも若干感覚な部分はあるかもしんないけど、でもなんか今から考えて、それこそ小学校中学校の時から考えてやれるってめっちゃ強いと思うんだよね、そのファーストタッチに関して。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いしますっていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん今日も見ていただいてありがとうございます。またお疲れ様でした。バイバイ。疲れです。